疲れ様です。お疲れ様です。ここまで開幕2戦連勝できてますけども、まずチームの状況、そしてご自身のコンディションいかがですか。そうですね、チームが非常にいい状態でずっと天皇杯予選とかも、はい、挟みながらでも連勝を重ねてるんで、めっちゃいい流れ来てるんで、今週のミオも終わったらまた天皇杯決勝で、次もビアティまでこの流れ続けていっていかないといけないん で僕自体もコンディションはいい状態でいつでもチャンスがあればっていう形に、用意できてるので頑張っていきたいと思ってます。明日の試合、この花園ラグビー場での試合となりますけども、この東大阪出身のチェグン選手にとってどのように感じてますか。そうですね、これ去年も1試合あったんですけど、去年の多目的じゃなくて今回は第2グラウンドということで、徐々にちょっとグレードアップしている感じがするので、そこの第一歩を、しっかり勝利で収めながら次につなげれるように、また来週も第2できるっていうことなんで、東大阪できる喜び試しながらやっていきたいなと思ってます。この東大阪市民として地元でプレーができるっていうところはやっぱ喜びを感じますか。相当喜びを感じますね、まさか高校を卒業してからここ戻ってくるとは思ってなかったんで、またここでできるっていう喜びで、まあ、ラグビーのチームがメインで使ってたんで、まあ、お互いここで近鉄ライナーズさんと共に東大阪盛り上げていければなとそう思ってます。せっかくなんでね、お客さん入れてやりたかったと思うんですけど、そのあたりどのように感じます。そうですね、まあ、お客さん入れてからできるっていうほど喜ぶもんはないと思うんで、まあ、いないっていうからって言って負けることは許されないんで、まあ、僕たちができることはしっかりこういなくても勝利を届けるっていうのが僕たちの役目だと思うので、しっかりそういうのは、結果に出して、でもっと今度入ってこられるときはもっと入ってこれるように、あの勝利を届けていきたいかなと、そういうのは思ってます。明日の試合はリモートマッチでアスリートチャンネルでも配信させてもらいます。はい、その見てるサポーターに対してメッセージをください。そうですね、やっぱ、地元東大阪でできる喜びもあるし、本拠地となったんで、ここでしっかり、第一歩として勝利も収めて、次につながるような試合をして、何か伝わるような試合をしていきたいなとそう思ってます。